はい、こんにちは。本日はですね、体がひねれてるかどうかをチェックする方法としてちょっとやってみたいと思います。体をひねるっていうのは、まあどういうことかっていうと、上半身と下半身の向いてる向きの差があるということだと僕は思っています。なので例えば上半身を横向けて下半身も横向けてしまうと、ここに粘体差がなくなってしまうので、これはひねれてないと、横向いてるけどひねれてないということになると思います。なので、できたら上半身と下半身の向いてる向きを少し変えるということが大事です。上半身は横向き、下半身は少し斜め45度ぐらい、感覚的には前ぐらいで、構えていただくとひねれてるかなと。これをどうしても、まあ以前の動画でもやりましたが、軸足、右足を後ろに引いてしまうと、横向きはできてるけどひねれてないっていう形になります。上半身下半身が両方同じ方向いてると、真横向いてる、これはひねれてないので、ひねり戻しで打てないので手打ちになるということが考えられます。なので、引くときに上半身は引いてもいいんですが、下半身はあんまり横向きしないというのが大事です。まあ、体をひねることができたら勝手に横向いてると、上半身がというイメージです、ね。まあ、僕は体を横向くというのはひねった結果勝手に横向くと思っているので、あんまり横向きしなきゃってなると上半身と下半身両方横向いてしまうので、そうするとひねれていないということになりますので、あくまでも上半身と下半身の向きの差のことをひねると言うと、で、その時に上半身は横向きしやすいんですが、下半身まで横向きしてしまうと、ひねりではなくなってしまうと。なので横向きをあんまり横向きしようとすると難しくなってしまうと。具体的には、軸足をこうやって引いて構えてしまうと結構難しくなるかなと、ひねりが作りにくいかなと思います。まあ、よく言われる軸足のつま先ですね。軸足のつま先をあんまりこう横に向けないで前に向けておくと、まあ結構今の形ができやすいかなというふうには思います。これつま先が横向いてしまうと結構そのまま骨盤が完全に横向いてしまうので、これでひねりを作るとなると相当上半身を後ろ向けないといけなくなってしまうので結構難しいかなと。まあよく言われるコツなんですけど、まあつま先、軸足のつま先は少し前、もしくは45度ぐらいにしていただくと、そこの粘体差、ひねりができやすいかなと思います。体がひねれてるかどうかですね、ちょっとうまくわからない方は一つ参考にしてみてください。本日は以上です。ありがとうございます。